皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、皆さんあれやりますよ。 NHK の番組プロフェッショナル仕事の流儀で毎回かかるあれです。菅義香さんのプログレスという曲をこのちっちゃいウクレレで簡単にガズレレ流でやってみようと思います。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンの方はですね、ちょっとイントロは省きます。歌中とサビまでこれかっこよく決めましてね、簡単版です。これかなり簡単ですからね、びっくりするぐらいに。後半はイントロもやっちゃいます。かっこいいバージョン、最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで自分の好きな曲を思いっきし歌う、演奏もしながら歌う、この弾き語りがね、もう最高に楽しんで、ぜひ皆さん始めてください。音楽苦手なんだよな、いいな、音楽できる人憧れちゃうと思う、そのあなた、ウクレレは助けてくれます。これ簡単なんですよ。弦4本しかないよ、ちっちゃいでしょ、いつも触ってこんないから遊べるんですよ。これね、豊かになります。ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見ているだけでどんどん弾けるようになりますからね、これが楽しいんですよ。やってくださいね。 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでもウクレレの練習できるし、ただですから気楽にやってくださいな。はいはいはい、そういうわけでですね、ここにこれからリンクあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の順番通り動画を見るだけで弾けるようになりますからね。あー、弾けちゃったってすぐなります。リンク行ってくださいよ。じゃあ初心者レッスンはここに行ってください。クリック、ここかし。いってらっしゃい。そこにはすでにですね、私が今まで取りためた650曲ぐらいのですね、超簡単ウクレレレッスン動画がすでに上がっております。アップロードされております。あー、皆さんの曲、好きな曲絶対入ってますよ。懐かしの J-POP から、もう演歌から洋楽からハワイアンからもありとあらゆる曲を上げまくってますんで、ぜひ見に行ってください。じゃあそれじゃあ早速シンプル簡単バージョン、シンプル簡単バージョンの方からプログレス菅義香さんやってみます。1,2,3。僕らは一日横一列で外を切った、つまずいてるあいつのこと見て、本当はしめしめと思っていた、誰かを失せたり大切な人を守れた、ずっと探していた理想の自分で、もうちょっとかっこよかったけれど、僕が歩いてきた日々と道のりを、本当は自分っていうらしい、世界中に溢れているため息と君と僕の甘酸いっぱい挫折に捧ぐ、あと一歩だけ前に進もう。せーの、じゃじゃん。はい、超シンプル簡単バージョンやってみました。菅義香さんのプログレス。はい、動画のテロップを見てもらってもいいんですけれども、これね、ノートに書き出してください、皆さん。この時頭に入りますけどね。私のノートを見ていただきます。ちなみに今イントロ抜いたでしょ。後半のかっこいいバージョンではイントロの説明しますけど、ちょっと難しいんでね。イントロは後で解説します。ここに書いてあって。今はここから始めました。ちょっとまあ、ひとまずメモっといてください。で、このノートの見方なんですけど、この下に囲ってあるやつは後半にやるかっこいいバージョン。今は上のバージョン、上のコードを弾きましたと。なんでこれ、ちょっとコード進行、これからやるかっこいいバージョンが変わってきます。一時停止でメモってください。どうぞ。で、ここ一瞬止まるんですね、ここね、サビの前に。はい、で A メロ行って、でここもいきなりサビに行きますよ。はい、ここも下のコードはかっこいいバージョンです。じゃあ一時停止してください。はい、だいぶこの辺コードが変わってきますけどね。でここで今終わったってことですね。後半でここイントロに戻って終わるもらおうと思ってます。じゃあ今のやったシンプル簡単バージョンのコードいきます。 C、 Am、 F、 D7、
G7E7Em7、 このコードでやりました。これはですね、皆さんドーン、ガズレレ必須コードという8個のコードのグループです。これ8個のコードで必須って書いてあるでしょ。今ご覧になってるガズレレ YouTube で私と一緒にセッションしたい人はこのガズレレ必須コードと言われている8個のコードを一番最優先で覚えてください。これね結構簡単なんですよ、私のねガズレレ流のコードの覚え方は面白いですよ。楽しく覚えましょう。ここにその以前解説している動画のリンクを貼っておきます。これはねマストですよ。覚えておいてください。これでほとんど8割9割ガズレレの曲だったら弾けます。コードって本当に星の数ほどあるんだけど、この8個最優先で覚えてください。よろしくお願いします。はい、じゃあこっからドン解説、かっこいいバージョンの解説入っていきます。まずですね、新しく出てくるコードの解説をしてしまおうかな。これガズレレオリジナル解釈のコードで G シャープ星っていうのがあるんですけど、まず G っていうコードも覚えておきましょう。見てこれ G7 と G ってちょっと似てるけど反対側に出てんだよね。まず G からいきます。 G っていうのはですね、押さえる場所こことこことここです。こうやって押さえるのが一応一般的な押さえ方ですね。こうですよ。中指が下、薬指がこの形、よく見てください。いいですか。人差し指、中指、薬指、はい、これがいいと思います。あともう一個の押さえ方としてはこういう風に3つバレーして押さえてちょいと立てる、ここ立てるっていうのもあるんですけど、まあ、今から覚える方はこっちの方がいいと思います。これが G で、ここがポイントです。 G シャープというのはこの形のまま1個ずらすんですよ。こうです。そうするとちょっと不思議なコード。これはね正式なコード名称あるんですけど、まあ私ガズレレ言うとよく出てくるんですよ。これまあなんていうのかな、サボりって言っちゃいけないですけど、サボりの割にはいい音の響きでございまして、はい、この響き、これを G シャープ星というところで使います。覚えておいてくださいね。結構簡単です。でこれが結構難関かな、よく出てくる A シャープ出てきます。 A シャープ、 A シャープは押さえる場所ここ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 なんで、こういうふうに2つ押さえてちょいちょい、こうやってやるか1フレット全部押さえてちょいちょい、この人差し指で全部押さえるのバレエとか制覇とか言うんですけど、これちょっとねコツがいります。まず親指でギュッと挟み込んで、こういう風にグッと支え押し合うわけですね。でここまっすぐになってないと絶対折れる。これ曲がってたら絶対押さえられる。まっすぐです、関節は。でさらにこっちに引っ張り込む力を使う。この三段でちょいちょいと立てるんですけど、でさらにねこの面じゃなくてちょっとこっちの面の方が平らなんですよ。人間の指ってここの方がねここより平らです。ここは関節があってボコボコしてるからね。はい。でこういう風にやっていっちゃう。これ A シャープ。ちょっとやってみてください。でですね、はい、これもまあよく出てくる難関コードの代表で F マイナー。これもさっさといきます。まず押さえる場所、こことこことここで、こう押さえるのがまあ一応一般的とされてますね、はい。でガズさんは一番上のここの部分を握っちゃって親指で押さえます。これ、はい、あの親指で押さえづらいなって人はこの手首の角度をいろいろいじってみると握り込んじゃうわけですからね、こうやってこうやってね。で、まあ、別にあのこれじゃなきゃダメってわけじゃないです。これでも全然いいですからね。このコードを足して A コードに入っ、かっこいいバージョンをやってみたいと思います。であとねいろいろあるんですけど、リズムの基本的なリズムは16ビートのチャですね。なんですけどちょっと弾き方変えます。 A メロのところはちょっとおとなしめ、僕らは一日じゃんじゃんすかじゃんじゃんじゃんすかじゃんじゃんすかじゃんこんなちょっと落ち着いた感じで、サビではチャを入れます、はい、このちょっと使い分けもちょっと見といてください。これちょっと難しいですからね。で、16ビートのチャと16ビートのチャ、ここのね16ビートのチャなんですけど、ここのリンクが貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚でございまして、その中から16ビートと16ビートのチャをマスターしていただきたいんですけど、まず最初の8ビートをマスターしないと16ビートはできないので、リズムは深いですからね。で、決めがどんどんあるんですけど、ここコード進行も F マイナー出てきたり、ここが、G シャープ押しから G になったりとか、こういろいろ展開してますね。この G が出てきますからね。でサビなんかもここでちょっとコード進行変わってるんですけど、ポイントはですね、このマーク、これ矢印マークあるじゃない、これシンコペーションのマークです。ここで出てくるんですよ。ここはね、ちょっとここやってみようか。世界中、違う違う、その前か。僕が見てきた日々の血のりを、ちょっとリズムがドーンと前に来る。もう一回、本当は自分で言うらしい。ここでちょっとコンと前に来る。これシンコペーション、この矢印マークポイントです。あともう一箇所、最後の最後で出てくるんですけど、この矢印マーク、ちょっとそこやろうか。一番最後ね、あと一歩だけ前に、ここ一歩だけ前に、ここちょっと口に合ってんですよね、言葉に合ってる。
に進もうってなります。じゃんじゃちゃかちゃんじゃじゃバーン、ここでまた矢印マークが出てきた。はい、ここの矢印マークはシンコペーション、シンコペーションって言ってリズムが前にクッと食い込むやつなんで、これ覚えておいてくださいね。あとね、じゃあちょっと皆さんのやりたいであろうイントロちょっとやりますよ。見ててくださいね。かっこいいでしょ。これやりたいはず皆さん。これまず最初、ね、見てくださいね。イントロ C でメロ1って書いてある。これ C メロ1って書いてあって、下にですね2弦023023って書いてありますね。これこことここ同じことなんですけど、ここさらに詳しくここに書いて書きました。これこうやってバーッと進んでいくタブフってやつなんですけど、まず1弦は3フレットを C のところずっと押さえてます。で2弦で023023って動きます。ちょっとやってみましょう。 C をとにかく押さえとで02弦の2フレット2弦の3フレット、これだけです。ダン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  G シャープ押しに行って A シャープ、ここちょっと忙しいですけど023 G シャープ押し A シャープ、これは結構16ビートの中のリズムなんでね、面白いけど やりたいですよね。これこのイントロはちょっとインパクトあるもんね。これウクレレできたらかっこいいですよ。こんな感じでかっこよく見ちゃいましょう。これが C でメロ1というイントロで使うコードで、イントロと一番最後で今出てくれます。これからかっこいいバージョンではね。はい、あとはですね、ここ見てください。世界中にだねだってここのところに、ここ G シャープ星から C に行くんですけど、ここビート1ビート1って書いてある。これちょっと弾き方ここ変えます。カッティングでこんな感じです。世界中に溢れているため息とダンツクダンツクダンツクカッティングです。これもさっきのリズムいろいろのところにカッティング入れるけど、こうダーツツこのカカ、ここ触ってるだけなんですよ。ほら触るとカカっていうでしょ。押すとなっちゃいます。ここ今力入れる、力抜いて触れるだけですよ。カチャッと言います。これでダーツクチャーツクチャーツ、ほら見てダーツクチャ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 、こんな風にカッティングを入れながらビート1この弾き方をやります。で、さっきの一番最後のところはね、この矢印マーク、シンコペーションマークのさっきやったところも、一応ビート2ということにしてます。はい。ビート2。さっき、もう一回やると、あと一歩だけ前に、ここのシンコペーションのところね。ここもあのビート2ということで、弾き方ちょっと変わります。はい。なかなか奥が深いですけれど。まあまあ、心込めて、プログレス。菅鹿さんのあのかっこいい曲。やってみる。 1,2,3,4 僕は街について横一列でスタートを切った。つまずいてるあいつのこと示しめと思っていた。誰かを許せたり大切な人を守れたり、今だ何一つ様になってやしない。相変わらずあの日のダメな僕、ずっと探していた理想の自分、もうちょっとかっこよかったけれど、僕が歩いてきた日々と道のりを本当は自分で言うらしい。世界中に溢れているため息と君と僕の甘酸いパイザスイスイササイ、かっこいいバージョンやってみました。あのイントロ
あー、なんとも言えないこの素敵な響きでございます。はい、これぜひ皆さん調整してみてください。そしてやっぱね、歌詞がね、やっぱりなんかね、深いなと思いますよね。こういう歌詞の内容もね、こう感じ取ってこう歌に表現で、この演奏、この三位一体です。いい言葉、三位一体。皆さんこの三位一体を楽しんでね、やってみてくださいね。はー、いいですね。皆さん正月はこの曲ですね。はいはい、またどんどんやりますからね、皆さん、音楽どんどんやりましょう。はい、ご案内です。どうぞ、ズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんで、ぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD、 レッツゴー最高、究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD を弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の夜音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で、1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。はい、イベントどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね。翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントをやります。ぜひあのホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ、本もね、いろいろ出してんですよ私。はい、これまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単家庭音楽という本。これはガズさんはですね、病気になっちゃって白血病から、骨髄移植させていただいて、ここまで来てる過程で人生、音楽、豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね、聞くよりやった方がいいんですよ、皆さん。どうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器の方はいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。